はい、こんにちは、海坊主です。今日もこの英語テニスやっていきたいと思います。で、今日の相手はね、第3回戦ゾルタンっていうのかなでもね、第2回戦でこいつアレクセイ・ポピリンっていうあのオーストラリアの選手をね、破ってきてるんでね、ちょっと油断できないかもしれないです。それでは今日もよろしくお願いします。はい、じゃあ行ってみましょう。もちろんね、今回もレジェンドでやってます。難易度は、あー、サーブもらいました。行ってみましょう。よし、いきなり初級エースですね。幸先いいですね。そんなに際どいとこついてなかったんですけどね。あー、うー、なんとか拾えた。あー、届かなかった。さあ、来い来い、行きましょう。おお、返球が鋭い。ちょっとレジェンドっぽくなってきた、相手が。よし。際どいな。行きましょう。意外とね、相手の返球コースが鋭くなってきてますよね。やらかした。いやいやいや、気をつけないと。難易度上げてますからね、本当に。前回が調子良かったからって今回が調子いいってわけでもないでしょうから、たまたまっていうこともありますからね。あー、やらかした。持ってかれましたね。やっぱセカンドサーブは狙いすぎたらダメですね。なんだそら。こいこい。なんだ今の返球。リターンエース取れたけど、急にパカッて打ちましたよね。こいこい。あれ、取れなかった。前に前に前に。お、危ない危ない。拾えた、拾えたけどそれはないよ。やばいな、やっぱレジェンド強くなってますね。よし、いい感じでリターンエース。やばいやばい。さあ、行きましょう。お、いい、おーい、いけたと思ったらいけた。よし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 。なんともね、今の、あーんだよそれ。油断しててやっぱやられるな。気を引き締めなくてはいけないですね。いやー、しかしね、ほんとね、始めた頃はね、こんな難易度でできるようになるとは思わなかったですよね、ほんとに。アマチュアでやってましたからね、アマチュアで俺。もうそれこそね、グランドスラムの難易度でやってる人は神々とかとそういう感覚でしたから。ここでアグレッシブ、もう一球。ダメだな、決まんねえ。ここでやらかした。26球ですよ、ラリーが。返してきますね、やっぱり。スライス。ああ、
よし、たまにはスライスサーブ打ってみますか。お、決まった、エースで。こいこい。なんかね、この発色が激しいからなのか何なのか分かんないけど、若干グラボの処理が重い気がするな。エース、いきましょう。もう一球スライスサーブ。2球目はちょっと置きに行きます。よし、やばい、だいぶ振り回されてますよね、こっちのサーブゲームなのに。あー、ストレートで負けた。やっぱり強くなってますね。悔しいな、修行あるのみですね。はい、じゃあ次の試合はね、スペインで行われるワールド戦、要はマスターズって言われるところですね。そこに出場してみましょう。またクレイです。最近クレイばっかりだな。はい、じゃあ1回戦はね、とりあえずは一応格下っぽいですね。一応31番目のシードみたいです。31位なんて書いてあるから。はい、じゃあ行ってみましょう。初戦、はい、どっちだ。あ、サーブ取れましたね。なんかすごい会場だな。さあ行きましょう。よし、やらかした。でもね、積極的にいかないとね、弱みを見せると多分やられる。綺麗な、やっぱレジェンドなんですかね、難易度が難しいな。あー、入んね。タイミングずらされますね。あー、ことごとく入んねえ。ひでえな。前回の試合まではね、そんなことなかったのに、今回の試合は入らないですね。こいつ俺と同じサーブスタイルだな。よし、来い。うーん、厳しい。お、あれ拾うか。よし、1ゲーム目の乱れはリターンゲームで取る。こいこい。よし、アンフォースエラー4ですもんね。もう要は最初のゲームアンフォースエラーだけで落とした感じですよね。せっかくいい流れで来てたのに、全部俺のミスですよ。よし、いいリターン。あー、やらかした。
ブレイクしたい。ここで落とすとね、やらかした。デュースに追いつかれた。ここで落とすと本当に厳しそうだからな。あはは、一回戦負けが見えてきた。やばいやばい。よし、落としたくない、絶対落としたくない。ここは取りたい取りたい取りたい。アウトかよ。アンフォースエラー9ですもん。9。いいよ、もうダブルホルト出しちゃってください。この排水の陣みたいな状態が。よし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 。来い。来い来い。やっぱじらされますね、このサーブスタイルは。よし、来い来い。アウトかよ。狙いすぎもダメだな。もうちょっとね、ドロップショットのねスキルを上げとかないと入らないですね。やっぱここは得意どころのトップスピンで攻めていくしかないかな。まだそうですね、トップスピン主体で攻めた方が良さそうだ。来い。あはは。またね、せっかく自分で作ったチャンスを自分で潰していくスタイルですよ。こうやってと落とすんだよな、ゲームを。ここ落とすと痛いですからね。ここ落とすと本当後がなくなる。あー、アドバンテージ持ってかれましたね。よし、すいませんね、ほんと長くなっちゃってこのゲーム。全部俺の自滅で長くなってんだけど。よしよし、デュース6回目でブレイクポイントも6回目ですよ。来い来い。いやいやいや、そこでそんな鋭いの返されてもやられた。デュース7回目。よし、とりあえずね取りたい、このゲームは。来い来い。よしよし、取れましたゲーム。まだね、これでイーブンに持ってけたのがでかい。とりあえずミスしまくってますけどね。
これでもアンフォースエラー13、ほらやっぱ13いってますよ。一回ショットが乱れるとね、きついもんがありますよね。よし、とりあえずまだねトップスピン以外使えるショットがない。よし、フラットもスライスもまだアウトになっちゃう感じですからね、もうちょっと上げないと。今日初のエース。よしよし、よし、取りました。キープですね。勝ちたい。まだ1回戦なんですよね、こんな苦戦してるけど。よし、よし、前へ前へ。よし、ちゃんとしたタイミングでね打てればね、負ける相手ではないと思うんでね、全部俺次第なんですよね。あはー、よかった、向こうが行った。これで決めたい。入った。よし、勝ちました。とりあえずねマスターズ1回戦突破です。アンフォースエラー13ですもんね、それはひでえわ。